はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート33やっていきたいと思います。ピラミッドの建設が完了しましたので、白爺に話しかけましょう。ピラミッド作りにオアシス作り、見事に赤の開拓地を開拓したとなれば、次なる開拓地の新しいもの作り、そのためには襲ってくるハーゴン軍を何とかしなければならないと。魔物と戦うには人が足りない気がする。そもそも戦士ではない。あ、ジバコちゃんだけ戦士見習いだよね。次なる新しい地、そこはムーンブルク。マジで誰も訪れるもののない禁断の地、絶え間ない戦いの地じゃん。ムーンブルクってあの、だってムーンブルクは絶え間ない戦いなんて面白そうだ。俺にはぴったりの場所だ。本当はそのような場所に行かせたくはない。わしはもはやそこしか案内できん。船長に相談してみるがよい。おお、なんかいよいよなんかムーンブルク出てきたね。ワープで行こう。よし、じゃあ行きます。ちょうど声をかけに行こうと思ってた。新しい航路を発見した。ムーンブルクという場所に行けるのかもしれない。航路の先にある島はなかなか大きな島のようでやす。大きな島って今までも結構大きかったぞ。風の噂ですが、その島には剣術の得意なかっこいい騎士がいる。いいね。ただ島全体に漂らぬただならぬ気配がする。できればあまり近寄りたくない。他に大きな島もなさそう。ミカミックスさんが行きたいならお連れする。もしどうしてもゼガヒデモというなら足にもう一度声をかけるでやす。行く。いや、行きたい、むしろ行きたい。あ、大きな島ってそういうことね。ここも大きな島だし、ここも大きな島だし、ここも大きな島だ。で、小さな島はこういう感じか。ゴロゴロ島とか素材島は小さな島ですと。ムーンブルク逆から上陸するのか。イエティみたいなのがいるな。遺跡とオアシスのロマン。いよいよ新しい場所に行く。ムーンブルクなら今までみたいに凶弾に襲われることもない。美しい王女様が迎えてくれる。いや、絶対そんなことはないと思う今のところ。赤い石板が光ったとき苦しそうにしてたけど大丈夫。どんな新しい仲間を連れてきてくれるか楽しみに待ってる。ではいよいよムーンブルクですね。てか地図的にはもう埋まりそうだね。あと小さい島がポツポツ出て、いや、地図が拡大するってことはないと思うんだよね、さすがに。白爺、どうじゃハーゴンよ。不毛であったこの世界にもものづくりが満ちつつある。たとえいずれ消えゆく幻の世界だとしても、わしは信じたい。人間のものづくりの力を。ムーンブルク、終わらない戦いの島。こっちはあれかな、幻の大地的な位置づけなのかな、この世界は。ここが白爺のやつが言っていた近寄るもののない禁断の島。ここで待っている。この白くてふわふわしたのはなんだ。確かに今までの場所とは少し違う。また苦しみ出した。破壊の神よ。このん、じゃあここは戦いに満ちた島、破壊の力に解放するにふさわしい地です。復活の日は近い。この地では私も力をお貸ししましょう。またあの声。ややっ、
誰だお前たち。戦闘モード近づいてきてんだけど、とりあえずまずは物資を回収しよう。必要になるからね。一応木材とかも回収しとこう。いつ何時必要になるかわからないから。あいつからすればさ、なんか突然人が来て物を壊し始めてるぞって思ってんだろうな。だから雪みたいの取りたい。これ雪、そのまんまなんだけど。じゃあ話しますか。ここは人の立ち寄る島じゃない。魔物の仲間でもないならすぐ立ち去れ。いや、魔物の仲間にしてはずいぶん気の抜けた顔だ。こんな緩んだ顔の敵はいない。ここに何しに来た。ビルダー、自分たちの島で教団と戦う仲間を探しに来た。ということは君がこのムーンブルクを救う伝説の、僕はリック、ムーンブルク王国の兵士長。若くねこの兵士長。君に頼みがある。一緒に来てくれ。じゃあ行こう。いや早く来いよ。雪は別に速度が落ちるとかはないね。これは何、あ、綿か。なんだ珍しいものかと思ったら、あ、でも綿がそこら辺にあるんだったらそれはいいな。綿の大量生産方法が今のところ見つかってないからね。若干人工的な建物もあるね。あ、雪が降ってる。完全に雪が降ってる。あ、王様がいる。てかなんかしょぼくね。え、あ、なんだ、人が倒れてんのかと思う。え、これ人倒れてる。人倒れてるよね。ギョエーリック、こやつらは誰だ。読むよ、あらてか。うんうんって王様に対してさ聞く口の聞き方じゃねえだろ。え、王様、そしてジローム様、この者こそ待ち焦がれていたビルダー。我らを戦いに導く破壊の使者です。ギョエー、それはまことか。そんなはずはありますまい。こんな朗らかな顔の者が破壊の使者とは。やはりわしらはもう戦いを続けることはできない。一体どういうことだ。うう、アネッサ、あ、やっぱ倒れてるの人か。そなたが誠にビルダーであるのならこのムーンブルク王から頼みがある。まあ聞きましょう。これならば我がムーンブルク王国の将軍、あ、将軍は将軍でやっぱ別にいるんだ。アネッサ、敵の手にかかり毒に侵されてしまった。毒消しそうか。薬の葉と苦きのこ、この辺りに生えている。よし、 OK。 これが今回の素材を作るテーブルか。さっき毒キノコ生えてたよね。毒キノコだっけ、なんだっけ苦きのこ。まあ例によって若干予備も含めて持っていこう。あれしかも種じゃん、そもそも薬の種か。あ、刈り取らなきゃいけなかったんだ。あ、でも一つあればいっか。じゃあ雪の地には植えても育たないよね。あ、毒消しそってそういえ3個できるんだっけ1回で。どうぞ。毒消しそができた。ということはそなたやはり、ひとまずその毒消しそをわしにくれ。いいよ、はい、アネッサの毒も言える。敵とも戦い続けられよう。アネッサってさ女性、名前的に。神も恐れず堂々と物を作る。やはりその他ビルダーだ。物作りを悪とするハーゴン教団の信者たる我々、そのような物作りとてもできない。でも結局こいつらもハーゴン教団の信者。確かに誰と戦ってんの。
兜でかすぎじゃない？それ動きやすいの？毒消し草で毒が言えた。誰がこの毒消し草を？君は一体。あ、そういえばね、素材島行ってちょっと強敵倒して三河市の服をね作れるようになったんですよね。作ってないけど。ビルダー、君が毒消し草を作って私にくれた。敵の軍勢に狩猟占領され、我らの戦いもついに終わりかと思った。破壊の使者たるビルダーが来てくれた。ハーゴン様のお導きかもしれん。敵に占領されているムーンブルク城を取り戻さなければいけない。一旦狩猟占領している敵を倒してくれて、簡単に言うな。二人で僕が案内する。薬場の茂みから薬草を作っておくとよい。確かに薬草はめっちゃ重要だからね。あれ、ここさ、金床がなくね。装備作れないよね。作業台、石の作業台か。いや待って待って待って、せっかく三河市の服を作れるようになったのに、素材がなさそう。そもそも一回帰らないと。で、俺的にはさ、だからその薬草を作りたいんですけど、さすがに薬草ゼロはきついでしょ。おお、すげえすげえすげえ。なんかてか雪もすごいね。なんか一回通ったとか、こう何踏まれて雪がなくなってる。え、ちょっと待って、本当に薬草が欲しい。あ、上行けんじゃん。いや、薬草、あ、こっちに出るだけか。あ、こっちの方に薬草のあれがないかな。いや、ねえな。どこにあるんだよ、その葉っぱ、薬草の葉っぱ。さっきちょっと刈り取っちゃったからな。まあ、毒はね、そう大したことないからね、これ。いや、こっちの方もないよね。あそこに茂みがある。こうか、これで薬草の葉っぱが刈り取れるけど、刈り取れるけどもうねえよ。薬草すらも不足しているのか。まあいいや、1個だけ作っていこう。で、慎重に戦っていくか。本当の緊急用だな、薬草を使うのは。あ、あんじゃん、ここに。よし、3つ、90くらいは回復できるから、やっぱでも慎重に戦っていかないとね。新しい地でまだレベルも上がってないしな。こいつは寒そう。なんかすげえ頼りないんだけど。まあいいや、行ってこよう。こんな雪の地でさ、水の羽衣を着るのも寒そうだよね。こいつはなんかそれなりの格好をしてるけど、どこ？あ、ここに。え、こいつを倒せってこと？あ、イベントが始まった。ムーンブルク城なんて大層な名前の割にボロボロ、敵の軍勢に破壊されてしまった。どうした？ムーンブルクは一度滅ぼされたが、もう復活して王女がいるはず。ムーンブルクには王女なんて。だから違うのか。やっぱ違うんだ。あそこに魔物がいる。ってことはさ、ルルちゃんもこっちの世界の人じゃない？え、倒すの？ちょっと勢いに乗って攻めすぎたかな。まだ生き残っていた。あ、それがお前の最後のセリフだ。座るのって。
戦闘中に戦闘中に座ろうとしてるけど、まあ、いつもの骸骨だったら、お、これでもうあれだね、レベルが解禁されてるんでちょっと無料してるけど、あれ腐った死体もいいな、腐った死体リビングデッド、よくよく思ってさ、今までさアークデーモンじゃなくてなんだっけ、悪魔神官とさ祈祷師って言ってたけど、あと妖術師もいたよね、あこいつも戦ってくれてんじゃん、俺が一番ヒットポイント減ってるんだけど不甲斐ない、半分くらい減ったかんね、いいぞいいぞ、その往生際の悪さこそ人間だが、いくら俺を倒しても城包囲している大軍勢にはかなうまい、貴様らは教団の教えに従っていつまでも戦い続けるがいい、それがムーンブルクの宿命だ、これでムーンブルク城を取り戻した、これだけで、あビルダーの金があるあそこ、うんうん、こんなボロボロの場所を取り戻したって嬉しくない、君たちの武器はミカミックスが作ってない、ものすごい破壊力だったけどドラゴンキラーだからね、ちなみに指導って何装備してたっけ、さっきのは教団の魔物、教団の信者の貴様らがどうして、そなたたち、こっちから来んの、まあ俺らはあれか、魔物がいたから裏手から入ったのか、教団の魔物たちを倒し城を取り戻してくれた、教団の教えの通り教団と戦い続けられる、二人に感謝する、なんだそれ、信仰するハーゴン教団の教えで教団と戦い続けることが義務、意味わかんない、確かに敗北が訪れし時、破壊の使者たるビルダーが現れる、そして戦いは継続される、この地の古い伝説、教団が破壊するものを作るビルダーこそ天が使わした破壊の使者、戦争こそ破壊の極地、勝つことも負けることも許されず永遠に戦い続けることが宿命、二人がいれば教団に勝てるかもしれない、この宿命から逃れられるかもしれない、本気だ、共に戦う仲間を探しに来た、戦争が終わったら君の島に行く、うんまあそうだね、やってやろう、死ぬのが嫌だ、絶対死にたくない、まあそうだね、教団に勝つ気はない、我らはこれからも教団の信者、失った兵力を取り戻さなければならない、そのためには協力しよう、第一目標は陣地の確保、兵力を蓄え敵を迎え撃つには広い陣地が必要となる、この白壁を使い今我々がいる玉座の間を壁で囲ってくれ、あなるほど、白壁7個、了解です、お、なんか白壁って、え、白壁全部囲っちゃってるの、あ、扉ここにあるから大丈夫か、壊れた玉座の間、これもそもそもボロいよね一応あれだ、はこれ外すと玉座の間じゃなくなるんだ、でお前なんでそこにいるんだよ、感謝する、違うお前じゃない、ちょ早く降りてこい、めんどくさいやつだなこいつ、どっから登ったんだよ、しかも仕方ない、雪を設置するか、壊れた玉座の間を城の壁で囲んでくれた、最初の陣地になった、城の壁は敵が壊せない強力な壁なんだ、マジで、城の壁でたくさんの部屋を作り陣地を広げていく、最初の陣地であり陣地を広げていく起点となる、同期でねって、そうかそれは負けてしまったか、リックよ、彼女は昔から堅物、
最初の陣地を作ってくれたこと感謝する。せめて褒美を使わそう。なんかおお、お前隠し持ってたのかよ。だったらさ、奪還の時にくれよ。そっちの方が重要だろう。奪還しないとそもそも何にも始まらないからね、この気配。え、いきなり魔物？お、マジか。いや待って待って待って、武器ないよ。武器作れないよね、そもそもここだと。持ち込めないし。でもやるしかない。魔物が迫ってきている。もう敵が来るとは。戦争の地なんて言うだけある。うん、まあ行くしかないよね。王はこの場でお待ちください。城の壁で囲われたこの陣地なら魔物も入ってこれない。いいな、城壁超欲しい。持って帰りて。こいつだって武器装備してんの。一応見る感じなんか銅の剣みたいなの装備してそうだよね。どこで迎え撃つの俺ら。あ、ここ壊せない。みんな散ったな。え、くんの？結構経験値くれる。なんかあれ、ここに箱があんじゃん。あ、銅の剣みたいなの装備してんね、やっぱり。さすがに兵士というだけ素手ではないか。まだいる？後ろか。壊せないって言ってるけど、あ、これはもうもともと壊れてるやつか。まあ大したことはなかったね。え、なかなか骨のある魔物だった。大したことなかったよ。いい戦いぶりだった。壁を壊せないとか言ってた。お前の言う通りだったな。波の魔物では城の壁は壊せない。いいね。でもボスクラスとかになると壊してくるのか。多分壊してくる敵っていうのがいるんだろうね。負けずに戦い続けるのが精一杯。私は君たちが何をしようと邪魔はしない。しかし教団に勝とうなどと思わぬことだ。そもそもこの城は教団の軍勢に取り囲まれている。その包囲を解くことすら楽ではない。教団の包囲、いまいち実感が湧かない。そんなに強いのか。様子を探りに行ってみるかい。敵の力を知るには大切なことだ。南東に行くと辺りを見渡せる高台がある。敵の様子を探るにはちょうどいい。どれ。見つかったら命はない。そんな強いの。まあ一応ちゃんとこいつについていこう。これ何？盾みたいなのがあるんだけど。上を見ながらついていきますか。なんか獣みたいになってるね。毎回ここから偵察をしてるんだろうな。ついた。見てみろ。ああ、いる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 。よく見りゃいるじゃん。城を包囲しているハーゴン、トロールがいるじゃん。極超偵察部隊がやられる。この地にビルダーが現れたというのは本当らしい。あ、首狩り族もいる。あの骨、自分の頭で遊んでんだけど。これはいい。やつらには戦い続けてもらねばならぬ。このまま滅んでしまっても困る。ひどくない？ありったけの兵で四方八方抜かりなく、生かさず殺さずゆるゆると攻め続ける。あ、復活してるさっきやられた骸骨。これじゃ簡単には戦えない。アネッサがああいうのもわかる。教団の推しは信念そのもの。信念ってなんだ。城を取り囲むって言ってた。よく聞こえるな。一旦陣地に戻るとしよう。
これ陣地ってさ、ちなみにムーンブルク城でいいのかな。戻りました。偵察を終えてきた。正面には敵の大軍が陣取ってる。そう簡単には出歩くことはできない。少しずつ物資を手に入れ、部屋を作って陣地を広げていく。今はこれしか手がない。敵がここに新しい魔物を送り込むつもりらしい。早く手を打たないと。陣地と呼べるのはまだ玉座の間だけだけど、これからここを起点に力を蓄えたい。まずは物を作るための作業台をいくつかこの玉座の間に置いてくれないけ。わしの部屋を作業場にするつもりか。しばらくは玉座の間にこもって敵を迎え撃たなければいけない。焚き火、金床、炉、石の作業台、すべて集めて玉座の間に置く。敵がまた攻め込んでくるかもしれない。外に出るときは注意してくれ。あ、まずは調達しろってことだね。あ、もうすぐここにあるじゃん。よいしょ。え、拠点を狙うモンスターが現れた。敵が来た。大丈夫か二人とも。まさかこんなに早く来るなんて。敵は僕たちに任せるんだ。焚き火と石の作業台を手に入れた。あと炉と金床か。え、どこ？ぱっと見わかんないね。あ、あったあったあった、あそこじゃん。まあ、せっかくだしご厚意に甘えましょう。これとこれね、来てる。え、強い。結構もしかして敵いて、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 やばいやばいやばい。これここに置いたらさ、あいつら侵入してくるんじゃないか。いや、ここは安心らしいからね。もう一個使うか。こいつら超減ってんじゃん。太刀打ちできないダメだ。じゃあまあ置くだけ置こう。これはじゃあここら辺で、ちょっとここに置く。あれ入ってきた。やっぱりここから入ってくるじゃんやっちまった去っていった。なるほどね。一定数なんだっけ、攻め込んできたら去っていくんだ。やばいやばいやばい。魔物の出入り口を自ら作ってしまった。で、あとなんだっけ、あ、炉と金床か。ちょ、待って待って待って、これを切り替えたいのよ俺は。じゃあ炉はちょっとこっちの、これでかいからね、ちょうど置くスペースがある。で、金床はじゃあここでいいや。どうでしょうか。あれ、こいつやられてた、もしかしてものづくりに使う道具を集めた。狩猟の騎士、ああ骸骨じゃない、狩猟の騎士か、だから強いんだ。素材集めのためにここから出ないわけにもいかない。敵をやり過ごすことも考えよう。君の行動の速さが鍵になる。魔物どもは俺がぶっ倒す。いいコンビのようだな。今度は僕も君についていく。敵の相手は僕と指導に任せてくれと。え、で、何を作るの。あ、まあこいつが依頼してくるのか。敵の攻撃が激しくなってきた。敵が来ても毎回全てを倒さなくてもいい。時間が経てば引き上げていく。なるほど。陣地に戻ると戦闘中の仲間も戦いを切り上げて陣地の中に戻ってくる。食べるもの、まあ、確かにね。食料の確保、わかる、それはわかる。雪が積もって山になった場所が3カ所。どこかにジャガイモが埋まっている。焚き火で焼いてわしにくれ。
あ、じゃがいも確かに、あ、ベイクドポテト、うまそう普通に。その前に待ってね、ここで作れるもの、素材がないんだよね。魔力の水晶とかそんな見たことねえんだけど、そもそも三河氏の服、あーでも一緒だ、防御力自体は一緒だね。だったら水の羽衣でいいや。石の剣、こいつは多分銅の剣装備してんだよね。だったらてかインゴット、そうか、あでも炉があるってことはインゴットも確保できるかな。あしかも印ついてるじゃん、ちゃんと。おお、待って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 、めっちゃ破壊しちゃったんだけど。じゃがいも、じゃがいもの種ちょいちょい進行してくるんだね。さよなら。でどこだ、ここか、入れる、料理する。これさ、なんか中からさ弓兵みたいなのもいれば安全に敵と戦えると思うんだけど。やっぱりさっきここに足場を作ってしまったから普通に入られたな。扉も破壊できないんだね。ベイクドポテトすんげえ時間かかるんだけど作るのに。はい、俺も食いたいんだけど、最初の方は常に焚き火の中に入れとかないとね。雪の中からジャガイモを見つけ出しベイクドポテトを作った。これはうまそう、いいよ俺も食いたいけど。ホクホクとしてモソモソとしてうまい。最近の若者は不甲斐ない、生き残った兵士の大半が城捨てて逃げた。あ、一応生き残ってはいるんだ。50年戦い続けている、戦争しかしたことがない。薬草作り、やったー、薬の葉、今これすげえ助かるかな。焚き火がもう一個欲しいね。王様、なんでそんなさ敵の近くに行こうとしてんの。ちょっと薬草を作ります。これはもうマックスで作っちゃおう。で次、私からも一つ頼みがある。戦いの傷を癒せるように人数分のベッドを作って玉座の間に置いてくれないだろうか。狭すぎるんだけどもう。ここ人数分って結構いるよね。もはや王様がさ、やっぱり王様は上から話すべきだよね、上の立場から。木材、あ木材さっき手に入れたかな、よかったよかった。木のベッド6個作れるかな。木のベッドはどこですかと。あれマジで木のベッドなくね。あ、あったあったあった。そもそもさボーナスついてんじゃん、集める必要なかったわ。そっか、ボーナスはあれか、大丈夫なのか。ここ一番あったかそう、焚き火の近く。であとは僕をお湯がけたてくださいってなんだ。で置く場所がマジでねえんだけどこれ。1、金床が邪魔なんだ。2で扉の前もちょっと鬱陶しいかな。12、どうしよう。ここ3、置けない。ここ置けた。いや今はもうしょうがない、こういう配置でしか行くしかない。人数分のベッドを用意した。ベッドがあれば傷を癒せるだけではなく倒れた仲間を運んで寝かせることもできる。これは我が王への挑戦か。これはこれで面白い。新しい部屋を作り陣地を広げたい。この部屋だけでは手狭すぎる。兵士の数もまだまだ足りない。共に戦う仲間を呼び寄せられるといい。ビルダーの鐘、どうやってここに来んの。魔物に取り囲まれてるんじゃないの。
特別な力がある。もう鳴らせんの？まずは鐘の近くを敵が来ないようにしたい。城壁を修復すれば敵から身を守ることもできる。目安になるものが何かあるといい。なんか作り出すか。うわ、設計図そんなにでかくはないけど、ベル区画の設計図。あとは木の扉と壁か。これを修理しなきゃいけない。噂に聞く設計図。城の壁を使わなければいけない。あちこちにある壊れた城の壁はこれから陣地の拡大に必要になる。壊さず取っておいた方がいい。あそこに積んである城の壁を使うといい。6個ほどあれば足りる。あれどこ狩猟の騎士をどうするか。城の壁は硬い。壊すにはかなりの時間がかかる。戦力は多い方がいい。え、何？王様の警護はアネスさんに任せて、ジローム様にも一緒に来てもらおう。敵は僕たち3人に任せてくれ。よし、では行くか。どこって言ってた？これ？どこのこと？これ？まあいいや。これで破壊するのがいいよね。あ、来た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 。戦ってんな。これさ、あいつらが倒した強え狩猟の騎士、マジで。さすがにここを攻め込むだけはある。指導もだいぶやられてる。もしかしてここでまたさ、足場を作ると攻め込まれるからな。でここはまだダメなんだよ。あ、でも作っていけば大丈夫か。一回ここも封鎖しよう。あと1個しかない。めっちゃ入ってきてる。ちょっと待って。あ、撤収してった。ん？足りなくねえか。はや。てかわざわざさ、こっちから本当にやる必要あんの？なんかもう近場から集めてさ、近場がもし必要になったらその都度また近場から補充してくるっていう感じでいいんじゃないかな。さて、じゃあ行くか。敵の襲撃がマジで激しい。よし、ここ封鎖しよう。お前らすまんな敵と戦ってくれ。え、これももしかしてあれ、どれが雪でどれがあれなんだかわかんねえんだけど。木の扉、あれ木の扉、これじゃダメなの？あ、違う違う違う、木の扉2つ必要？ってか全部で3つ必要だ。あ、ここを木の扉にしなきゃいけないんだ。まあいいや、一応一旦部屋になったから、これ回収でいいかな。じゃあで、じゃあここを壊そう。ってね、取り出しとく。ロープはいらないでしょ。うわ、シドやられんなこれ。ベルク区の設計図。いや、シドがここまでやられるのはやっぱり相当強いんだな。よし、鳴らそう。あ、こっちか。今力を失っている。足りないんだなやっぱり。100か。今99でしょ。もう1個ちょっとどっかないの？君たち寝ないの？一回寝よう。寝れば。いや、なんで俺の顔踏んでくんだ、あの青いやつ。寝ればハートが放出されるはず。
放出されない。あ、100になってる。あ、なんかでっかいの取ったんだ。お腹が空いたなって。お、大丈夫か。この調子でいけば戦争を続けていくための最低限の陣地を確保できるかもしれない。陣地が広くなれば避難している住民や城を去った兵士たちもきっと戻ってくる。よし、じゃあ次は鐘を鳴らせみたいな話でしょ。ちょっと一回道具を整理しよう。待ってね、こうでしょ。まず薬草、特化しそうはいいやん、出さなくて。じゃあ灰も出しとこう。で、俺もお腹減るからベイクドポテト、まあ、まずはこんなもんでいいか。ベイクドポテト食べる。 25% か、まあ悪くはないな。常に1個料理しておこう。あいつマジでどこ行くんだ。ビルダーの鐘、ずっとあそこにあって誰が鳴らしても鈍い音しかしない。ビルダーが鳴らす特別な鐘。うん、あの鐘を鳴らしてみてくれ。あ、ようやくか。いや、鳴らしたはいいけどさ、マジでどっから来んのみんな。後ろの方から来た。さすがに正面からは来れないか。新しい仲間が来た。農民とかも普通にいるんだけど。城壁の外にいるのに見えんのこれ。今俺たちが何をしているのか。城壁、城の床、階段、壁掛けランプ。ロトの大テーブルって何。円卓の騎士みたい。あ、トイレができるようになった、やった。救急キットすごくない。地図、人型の駒。あ、これあれか、やっぱ円卓の騎士だ。あ、地図も多分あれ作戦会議に使うんだ。救急キットってなんか回復量が変わんのかな。力が溢れてくる。これがビルダーの鐘の力。ものづくりに目覚めた。戦火を逃れ城を去ったかつての住人も戻ってきた。鐘の音に導かれてきた人たちに声をかけよう。導かれし者たちだな。仲間に入れて。いや、そうそうそう、すぐ避難してきた方がいいよ。敵がいっぱいいるから。また敵と戦えるのですか。君はゼセル。え、誰、どれ。彼女はゼセル。もともとは王様の近衛兵。てかこれ女性が強くない。将軍だったりさ、近衛兵だったりさ。しかも結構可愛い。以前より活気がある。戦地に合わないこの笑顔。ビルダーのミカミックス、彼女が陣地を広げみんなを導いてくれた。破壊神様の罰が当たるんじゃ。どうやらここにいた方が安全。教団の推しには逆らえないけど、あたいたちも今日からここに住む。今のところこの2区画だけだからね、安全なのは。今まで割と陣地があって、そこにまあ何建てようかなみたいな感じで進めていったけど。あ、これ雪積もるんだちゃんと。結構細かいね。あと271。鐘の音を聞いて確信した。君こそムーンブルクを救うビルダー。自分の道を決めた。今日で正式に教団を抜ける。君のようなビルダーを目指す。本気なのか、あのお前が。わしはまだ転ばぬ。あんな鐘の音がなんじゃ。あんな者どもを城に入れるとは。敵のスパイが紛れておったらどうする。コロッとあっさり教団を抜けるぞ。おうおうよ、抜けてしまうとは情けない。ハーゴンに勝てるとは思っていらん。それだけ敵の軍勢は強大。勝てる希望がないわけでもないような気がしないでもない。なんだそれ。降りて頼みがある。よく聞いてくれ。あいつ何、めっちゃ引っかかってんだけど。今ジバコみたいな人がいる。まあ男か。何十年何百年もこのムーンブルクの地でハーゴン教団と戦っている。
皆の信じる教団の教えであり、ムーンブルクの民の宿命。このまま陣地が広がり、教団と戦う力を得れば戦いを終わらせることができるかもしれない。そのためにビルダーのそなたにやってほしいことがある。わしからの頼みはこれ。王様の命令。あ、これでかいミッション系か。陣地を広げ、ムーンブルクの城を再建する。城の壁で部屋を作り、陣地を広げていけば、やがてかつて城があった場所を全て陣地にできる。いつの日か城門が完成すれば、ムーンブルク城は再建と言える。そうすれば教団と戦える。圧倒的な兵力を誇るハーゴ軍に対抗していくためにも、陣地を広げ、ムーンブルク城を再建してくれと。包囲している敵も倒す。ここなら思いっきり暴れられる。リック、その他ムーンブルク1の剣の使い手。あ、そんなに強いんだ、なんだかんだで。アネッサ、戦いの知識を生かし陣地の拡大に当たってくれ。今一度断っておきます。私はビルダーになる気も、教団の教えを捨てるつもりもありません。その他も一人の武人として、己の信念を簡単には曲げられまい。戦い続けるにも、教団に勝利するにも、陣地の拡大が鍵を握る。で、ムーンブルク城を再建すると。ミッションスタート。王の言葉通り、私は無人の端くれ、自分の信念を簡単には曲げられない。命尽きるまで戦い続けることこそ、この地の民の宿命。人はすぐには変われない。陣地を広げるにも、湧いてくるハーゴ軍が厄介。奴らをどうにかしたい。お、いいね、自動で攻撃を加えられるトゲ罠。東側からやってくる。目印の場所の周りにトゲ罠30個びっしり置いてくれ。新たなレシピ。何で作るの？素材なんだよね、やっぱり。ああ、これでもなんか、韓国刀にもあったよね。上を通るとダメージを与える。ちょっと素材を見よう。何が必要か。あ、できた。じゃがいもの自動で生産してくれっかな、あそこ。てかさ、寝るところもう足りねえよ。早速足りねえよ。トゲ罠。まあ、罠のところでしょ。どう考えても。これか。普通に鉄のインゴットが必要じゃん。どこにあるんだ、そんなもん。ここに置けってことなんでしょ、まずは。え、鉄のインゴットって本当どこだ。一応なるべく壊さない方向で行こう。あ、こういうの壊せばもしかして鉄のインゴット手に入るのか。鉄、あ、なるほど。で、炉でやれと。さよなら。本当に大丈夫か。確かに心配なのは分かる。銀のインゴット、あれ、いつの間にそんな手に入れた。あ、鉄と石炭ボーナスついてんじゃん。なんだそれ。そんなんでいいの。100個つくとこ一応。じゃあ、あとはちょっとできるのを待って、ベイクドポテトを作りながらいきますか。ちょっともう一回じゃがいも地帯に行こう。じゃがいも地帯もう少し整理したいな。見やすいように。あ、復活したね。復活したっていうかできたっぽいね。よしよしよし。待て、お前らが来ては逃げろ。今はもうこれでやるしかない。引け引けー。雪が積もりすぎてわけわかんないことになってんだな。また現れたのか。あ、これちょっと回収していこう。ちょっと待って、これ、え、待って待って待って、これじゃない、これでもない。ちょっと待って待って待って、畑に植えて、ちゃんといっていっていって、超わけわかんない、わけわかんない、やられるぞこれマジで。で、料理生産システム、これ2つ、いや、もう形なんてこだわってらんないわ。使えるスペースはひたすら使う。お、レベルが上がった。あ、やった。
ありがたい。戦わずして勝手にレベルが上がっていく。もうなんか追加の恩恵ってあんまりないねって言おうとしたら、鋼の剣超強そう。これが欲しいんだけどね。鋼の剣ってどうやって作る？鋼のインゴット、鋼にもインゴットがあるのかよ。撤退？あ、やっつけた。すげえな。てか土さ、やっぱここに植えてさ、土だったら大丈夫。もう一回種を植えよう。じゃがいも、この2つをは、あ、ダメだ、耕してないからダメだ。耕す人材がいないんだ。いや、やっちまったな。まあいっか、ちょっとずつじゃがいもを回収してベイクドポテトを作っていくか。この人たちさ、何のために来たの？まあ一応安全地帯だからか、邪魔なんだけど取れないんだけど、狭すぎる。10個、トゲ縄って何個使う？必要数、あー、でも3つあればいけんな。え、これってさ、何、どこに置くの？ここ、ちょっと待って、もうこれさ、入り口のところに置いてちゃダメ？こうやってじゃ、俺は食らわない。え、大量生産しよう。これ30個どころじゃなくて、すーげえいっぱい作ろう。いいことが足りない。待って、急がば回れ、急がば回れだから。あ、何これ、別にここら辺に置けばいいよってこと？あ、そういうことね。じゃあこの城壁の周りに多分うろついてくるから、ここにどんどん、てかさ、これもさ、上に置いちゃうのかよ。待ってね、ガサッ。いや、ちょっと一回、いや、雪マジ邪魔だわ。さあ来い。どんくらい食らってる？いや、めっちゃ食らってない？え、めっちゃ強くないこれ。やばくないこれ。よし、シド、お前食らってるけど、あ、なんか回復するやつがいいな。誰だ？まあいいや。すっげえ強えんだけどこれ。いや、ガチでやべえぞこれ。石炭とかいっぱい手に入れられるし。え、君たちも戦う必要ないよ。いや、もうザコ、お前らマジザコ。さあ来い、一回ここに拠点に入るぞ。やべえ、あの骨、頭がいいな。逃げたか。まあいい、こっちにおびき寄せれば済むこと。でも30個ここに集めればいいだけだからね。 OK、 トゲ罠を置いた。トゲ罠を踏ませれば戦わずに体力を減らすことができる。そうだね。これはいいね。頼んだ分以外にも好きなだけ作ってくれ。戦いの激しい位置、今後はビルダーの君らしい戦い方も見つけていくといいだろう。で、もう一回じゃあ聞きますか。部屋を作り陣地を拡大していくこと。城の壁を使った部屋作り、南にあるジャガイモが育つ畑を陣地にできれば食料の確保ができる。 OK、
それはかなり望むところ。っていうかさ、畑を耕してくれる人がいるの？あ、でも農民いるね。あいつ耕してくれるか、土を植えれば。まずはそうだね、陣地だね。じゃあまあ OKOKOK。木の扉、どこから木の扉って確保してくれる。自分で作るか、設計図を変えた。てかさっき畑のところの扉使っちゃったからな。今回は多くの建材が必要。硬い城の壁をもう少し簡単に壊せるようになるといいけど、まあ、ハンマーだよね。そうすると魔法の弾、それかウォーハンマー。お、鋼のインゴット。てか鋼だよ。そうするとまた調達しないといけないのは。ウォーハンマーを作って城の壁を集めてくれと。いや、いいね。じゃあちょっと作るか。ここ人がちょっと激しすぎる、本当に。違う、鋼のインゴットが必要なんだよ。だからはがねは持ってないよね、どう考えても。扉作っとこう。これは、あ、鉄のインゴット必要なんか。ちょっとインゴット集めが必要だ。まずは一回出てぽいところに行くか。ここちょっと区画になるから少し遠出をしよう。来たか。なるほど、そのためにやっぱ護衛が必要だな。一応花が咲いていて、あ、これだな。これ壊そう。これ全部鉄だね。外に行くとやばそうだな。ここに落っこってるやつはさすがに再利用することはないでしょう。ちょっと物資として調達していこう。肝心の鋼が、おい、死にそうだ。ハゲ、鋼の調達がマジで分かんない。ここら辺は一応城壁使っておいて、いやー待って、やっぱここにおびき寄せよう。一回撤退、みんな撤退。ハゲが死にそうだ。早急に撤退命令をこれで出そう。撤退来い。あ、こいつらも撤退してった。トゲの罠みたいなのはやっぱり籠城作戦にならないとちょっと機能しないね。ゲー籠城作戦、はい。てかもうそろそろ21レベルになるじゃんこれ。経験値が普通にめっちゃ増えてんだけど。鋼ってなんか鉄から作り出すのか。石炭を手に入れてるからね。ちょっと見てみよう。いや、インゴット関係は、あ、違う、こっちだ。インゴットはこれ一回回収しよう。一回やめる倒した。で、鉄のインゴットと石炭で鋼か。なるほど、そういうことね。分かった。じゃあ作れるだけ作ろう。まあ10個でいいや、まずは。よし、という感じで、じゃあ鋼を作ってる間に今回はこれで終了して、次回は鋼を調達して、もうちょっと物資を調達したところから始めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。てか鋼って1個ずつしかできないの？